で、今回ちょっと追加のルールあります。はい、お願いします。私があらかじめ設定したミッションのクリアの可否によってサイコロを振ることになっております。はい、そちらの内容は後ほど説明させていただきます。はい、じゃあそのミッションクリアした時のそのご褒美的なサイコロと、ミッションクリアできなかった時の罰ゲーム的なサイコロ2つあるということですね。はい、今回のミッションなんですけれども、はい、1の1から1の4までを、はい、コンティニーなしでクリアせよというものです。っていうことは3期ってことか。いや、これ確か5期ある。ああ、5期ありますか。はい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 、じゃあやっていきましょう。はい、飛んでくるとこしっ、よし、オッケー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 、いいよー。いやー、しっかりとね、ワンで成長したところ見せられたんじゃないでしょうか。オッケー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 、よし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 、ありがとうございます皆さん。おい、僕も変わってます。はい、ということで、一発目のね、このマリオブラス3の挑戦は、無事クリアとなりました。ありがとうございます皆さん。ありがとうございます。なぜ不満そうなの。いや、嬉しい、応援者の立場は、応援者って何。ありがとうございます皆さん。最初なんで、うん、まあ、あれ、こっからのレベル上がってきてもらいます。ありがとうございます。ちょっとじゃあサイコロに移ります。はい、そう、ということで、今回ね、このマリオブラザーズ3の1回目、無事ミッションクリアしました。ありがとうございます。ということで今回どんなサイコロでしょうか。今回ちょ天国サイコロということで、よし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 なってます。じゃあちょっとサイコロの名紹介していきます。はい、まず Uber Eats 500円、はい、そして Uber Eats 1000円、2つあります。1000円2つあります。で、さらに Uber Eats 2000もあります。はい、よしよしよし、なにこれ、はい、なんでこう天国のサイコロにコオロギとサゴアームとかあんの。お願いします。いや、全然天国じゃない目があるけど。はい、いや、はいとかじゃ理由説明しろ。じゃあ行きます。はい、頼むよ。いや、ちょっとどこでどう回すの。じゃあどこでやればいい。じゃあ行きます。はい、頼むよ。いや、これは何何何、違う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 違います。何何何、いや、ちょ、転がってない、一回も関係ない。いやいやいや、じゃあ立方体をもっと転がらない。サイは投げられた。違う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 、転がるのが大事じゃない、投げられることが大事。違う違う違う、ちょ、これはもう一回やります。さらにご視聴ありがとうございました。違う違う違う、ありがとうございます。これはじゃあこちら、ちょ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 、いや、自分で投げたでしょ。はい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 、全然天国じゃねえけど。いや、もう8190円の運使い果たしてるの。ちょちょ、え、何をしてんの。くそマジんだよ、もう見てマジで。じゃあ今回の食事こちらになります。ちげえ、じゃあいただきます。はい。ちょ、ちゃんと見せて、まずどれです。うぇぇバーベオ、うぇ、あ、これ無理だ、やめて。うわ、バーベオ、はい、耳くそや、お前いつも嗅いでる、嗅いでない。やめて、そこに手を伸ばすの。やめて。うわ、ブンベ、うわ、バーザー。これはちょっと運が悪かったとしか言いようがないです。うぅ、うちゃう。